マカロニウエスタンは1960年代から1970年代前半に作られたイタリア製西部劇を表す和製英語。多くの作品はユーゴスラビアやスペインで撮影されたとされている。イギリス、アメリカ合衆国、イタリアなどではこれらの西部劇をスパゲッティウエスタンと呼んでいる。マカロニウエスタンという故障はセルジオレオーネ監督の 荒野の洋人坊が日本に1965年に公開された際に映画評論家のヨドガー・ナがスパゲッティでは細くて貧弱そうだということでマカロニと呼び換えたと言われる。主演俳優にはジュリアーノ・ジェンマ、フランコ・ネロ、クリント・イースト・ウッドらがいた。マカロニ・ウエスタンは日本人による造語でこの用語は外国では通用しないとも言われるがイギリスの映画評論家である クリストファー・フレイリングが2006年に出した著書スパゲッティ・ウェステアンズ・カウボーイズ・ユーラピオンズ・フロム・カール・メイツ・セルジオ・レオーネによれば実際には本国イタリアでもマカロニ・ウェスタンと呼ばれているという韓国ではマカロニとスパゲッティの両方の呼称が使われておりより多く用いられているのはマカロニ・ウェスタンであるスパゲッティ・ウェスタンという名称はやや別称的なのでドイツでは イタロウェスタンという呼称が正式である。俳優など、イタリア人以外が多く関与しているものは、ユーロウェスタンと呼ばれるケースもある。セルジオ・レオーネ・クリント・イースト・ウトバート・レイノルズ最小に、イタリア製西部劇を取ったのは、セルジオ・コルブッチ。1963年に、ロバート・ミッチャムの息子、ジェームズ・ミッチャムを主役にして、マサークロ・アルグランデ・キャニオンという西部劇を取っている。 マカロニウェスタン発生の先駆となったのは一つにはカールマイ西部劇と呼ばれる一連の西ドイツ映画が挙げられる。カールマイは19世紀の作家で冒険小説を数多く書いた有名作家。ロケ地はユーゴスラビアだった。そしてマカロニウェスタン登場以降も引き続いてドイツでも西部劇が作られていった。このように西ドイツ製西部劇が マカロニウエスタンの片親だとすると、もう一方の親は、イタリア刺激映画、俗に、サンダル映画と呼ばれた一連の映画である。イタリア映画界の巨匠フェデリコ・フェリーニをはじめとする、多くの映画人が使用した、欧州有数の巨大映画、スタジオ、チネチッタが、ベン・ハー、中回などの刺激ブームの終焉で、イタリア映画産業の社用から、経営危機に陥り、 活路を見出すために制作され始めたと言われている。ジュリアーノ・ジェンマ主演の、俗、荒野の一ドル銀貨ザリターン・オブリンゴを取ったドゥッチョ・テッサリなどは、ホメロスの、オデュッセイアをモチーフにしている。その基本路線は、アンチアメリカ西部劇である。ドイツには、エイダルベスターン、高級西部劇という言葉があるが、過去のアメリカ西部劇、 ハワード・ホークスや初期のジョン・フォードなどの西部劇は保安官や用心棒の主人公が正義の味方でストーリーも完全超悪で単純で幼い庶民大衆が見る分には爽快感を感じさせる商業主義的娯楽映画だったそれに対してマカロニウエスタンはニヒルで暴力的な主人公が登場し周りの人物もアウトローで途中には壮絶な拷問もあり たまに高潔な人物が出てくると殺されることもあった。建国神話を背景としたアメリカ合衆国の西部劇とは正反対である。また、レオーネの荒野の用人棒は映画音楽と絵との関係も変えた。今までのように常にバックに流れていたオーケストラでなく音で絵を描く、セリフの代わりに音楽にストーリーを語らせる方式にした。その第一作として特に名高いのが 荒野の用人棒だった。制作費を安く上げるために、スペインでロケをし、ハリウッドの駆け出し俳優などを使って、残忍で暴力的なシーンを多用した斬新な作風が、当時の西部劇の価値観を大きく変えた。口笛を使った遠慮をリコーネのテーマ曲も一世を風靡した。ストーリーは黒沢明の用人棒をそのまま使い、後に盗作で訴えられている。 役者として招いていたハリウッドの B 級俳優の中にはまだ売り出し中のクリント・イーストウッドやバート・レーノルズの姿もあり、またハリウッドでは悪役専門だったリーバン・クリーフが主人公に据えられたりした。イタリア人の俳優ではフランコ・ネロやジュリアーノ・ジェンマが有名であるが、このアンチ・アメリカ西部劇路線は後にマカロニ・ウェスタンの中で2つのサブジャンルを生み出した。 一つは、メキシコ革命ものと言われる作品群でアメリカではなく、メキシコ、あるいはアメリカとメキシコの国境付近を舞台に、フアレスなどが率いたメキシコ革命を扱ったもの。セルジオ・コルブッチ、セルジオ・ソリーマなどがこのモチーフを手掛けている。特に、ソリーマは最初から社会派路線を行く、マカロニウェスタンを取り続けた。 アルジェの戦いを手掛けたフランコソリナスなどもいくつかのマカロニウエスタンで脚本を担当している。アメリカ西部劇では主要部隊はあくまで英語圏の西部で登場人物は英語の話者がほとんどだったのがマカロニウエスタンと違う点である。もう一つのサブジャンルはエンツ・バルボーニなどに代表させられるドタバタ喜劇路線。これが出てくる1970年代は1969年。 ゴロにその頂点に達した以後マカロニウェスタンがはっきり衰退期に入った時期だが、このドタバタ路線はある程度の成功を記した。だが、日本のテレビ洋画劇場ではほとんど放映されなかった。この時期に有名になったのがマルクス兄弟やハーディローレル以来のドタバタ喜劇コンビとも評されたバッド・スペンサーとテレンス・ヒルである。この二人を最初に共演させたのは、 バルボーニと思われることが多いが、最初にこのコンビを発掘したのは、実は、ジュゼッペ・コリッツで、その映画は、ハード路線のマカロニウエスタンである。荒野の用人棒が、世界中で爆発的な人気を博すると、イタリアでは1965年頃から500本以上に、上る作品が量産されるようになる。イタリアからは、ジュリアージェンマ、フランコ・ネロがスターとなり、バッド・スペンサー、 テレンスヒルラも登場した。年に1、2本は大型予算を投じた作品も撮られるようになり、その代表的なものに、レオーネ監督の俗、俗夕日のガンマン、地獄のツと、そして、ハリウッドからヘンリー・フォンダ、チャールズ・ブロンソンらの有名スターを招いた、ウエスタンなどがある。アメリカ、ヘンリー・フォンダ、ロッドスタイガーなど、 やイギリスなどから俳優を持ってくることも少なくなかったが大半は脇役も主役もイタリア本国をはじめスペイン、フランス、オーストリア、西ドイツなどヨーロッパ大陸部全体から集められたユーロウエスタンという故障のゆえんである南米ウルグアイ出身のスタージョージ・ヒルトンが参加しており日本からも中大達也が招かれている ソリーマの映画でスターとなったトーマス・メディアンはキューバ出身、俗、荒野の用人棒の作曲家、ルイス・エンリケス・バカロフはアルゼンチン人である。面白いところでは、ホラー映画で有名なルチオ・フルチがジュリアーのジェンマでマカロニ・ウェスタンを一作撮っている。さらに、ピエル・パオロ・パゾリーニが監督でなく俳優として出演している、殺して祈れなどの作品もある。 制作はほとんどイタリアのものだったが、最盛期にはロベールを選監督、主役の傷だらけの用心棒など、ほとんどフランス人の手だけによる西部劇も作られた。これもユーロウェスタンの名の由来である。マカロニウェスタンは日本でも人気を集め、ブームの頃にはその影響を強く受けた時代劇や現代劇が制作された。テレビドラマでは小柄市モンジロー。 必殺シリーズ、小連れ狼、推し侍鬼一方眼、切り抜けるなど、マカロニウエスタンの要素を取り入れた作品が多く作られ、若者を中心に支持を集めた。また、現代劇、太陽に吠えろ、の萩原健一が、マカロニウエスタンの主人公のような格好をしている、ことから、マカロニの愛称で呼ばれた。映画では、またたび、映画版、小柄子、モンジロー、ご用金や、 映画版、小連れ狼、雇用牙などがあった。しかし1970年代に入ると、徐々にそのブームは失速していった。マカロニウェイスタンは、既成のヒーロー像の反対を行くというのが基本コンセプトであったため、俗、荒野の用心棒のような強烈なインパクトのあるアンチヒーロー像を必要としたわけだが、その要求を満たすため様々な主人公が考え出された。 看護家を引きずったヒーロー、盲目のガンマン、聖職者のガンマンなどありと、あらゆるヒーローが作り出されたが、あまりにも量産されて、アイデアが枯渇してしまったということが原因の一つとして挙げられる。1973年制作のトニーノ・ノバレリ、監督によるミスター・ノー・ボディはこれ以降見るべき作品が生まれなかったという意味で、最後のマカロニウエスタンと一部では呼ばれている。 2005年には全盛期に映画の撮影が行われたスペインの村がロケセットを西部村として観光化するもそれすらさびれていくというマカロニウエスタンの楽屋落ちのようなストーリーを描いたマカロニウエスタン800発の銃弾というスペイン映画が制作されている。配給会社ごとに放題に特徴が付けられた。東話は用人棒、ユナイトはガンマン、 ヘラルドは、ブライ、小畜は、一匹狼などである。鏡明、連続的 SF 話四百世界のウエスタン、本の雑誌二千十七年九月号、ピアニッシも十六から九十七ただし、二千十九年四月十四日、現在確認できる最新のイタリア語版、ウィキペディアウエスタンウールイタリアーナ二千十九年三月六日十九時十九分版では、 別称として、スパゲティウエスタンは紹介されているが、マクロウェンあるいはマカーニーの語やそれらの派生型で形容された別称に関する記述は見当たらない。また、イントロードよね。ザ・スパゲティウエスタンデータベースといったイタリア語で、スパゲティウエスタンを紹介するサイトでは、インギアッポネ・シキアマーのマカーニーウエスタンとあり、 日本語では、マカロニウェスタンと表現されていると、イタリア語での故障と分けて、わざわざ言及されている。http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュタイトルスラッシュ tt0060903 スラッシュ。恐怖のメロディや、ダーティー、ハリーなど多くの映画に出演した。共和党支持者、ワンシルバーダラー。ザ。 ニューヨークタイムズ2020年2月24日、閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ www.allcinema.net スラッシュね、ま、スラッシュ7583中村厚夫が主演した若山富三郎、勝慎太郎らが出演、近藤正臣、日野昌平らが出演、二人は国鳥物語で高い評価を得た。ありがとうございます。